るじゃねえか。消えなさい！バカ！だのに私が！ごめんなさい、ウルキのせいで。でもそうね、シュラのこともごめんなさい。助けられなかったわね。ないわ。たくみさんを救ったのはマリコさんの力よ。それは間違いないわ。行きましょうか。マリコさん、起きて。みんな準備を始めたわ。大丈夫よ。儀式は夕方に行う予定だから、私たちもそろそろ準備に行きましょうか。
く行くわ。だから心配しないで。これでいいのかしら。ああ、そんなもんだろ。富田、こちらを手伝ってくれるか。マリコ、ここはもういいぞ。この世界にいられる時間はもうそんなに残ってないんだ。誰かと話でもしてきたらどうだ。マリコさん、ちょっと表に出ない？ついてきて。どうかしら。さっき見つけてぜひマリコさんに見せたいと思っていたの。気に入ってもらえて嬉しいわ。あら、楽しそうな悩みね。そうなの？それは大変ね。理由は聞いてもいいのかしら。それって世間では駆け落ちって言うんじゃないかしら。
それもそうね。あの鏡に私たちの姿が映ったら、マリコさんがこっちの世界に来たんだものね。岩手の？ええ。そこまでにしましょう。マリコさんはマリコさん、私は私、あなたは私の大切なお友達というだけではダメかしら。ありがとうマリコさん、きっとその方がいいと思うから。お、何の話してるんだ。あなた、少しは場を読みなさいよ。女の子だろ。俺が。そうね、ウルキは体質を便利に使いすぎだわ。少し控えなさい。おい、タキコ。今さら男に戻っても遅いわ。ねえ、マリコさん。へえへえ、仲がおよろしい子って。ふう、やっと見つけた。おいマリコ、儀式の準備ができたみたいだぞ。それじゃあ。マリコさんとタクミさんを送り出しましょう。マリコさん、タクミさん、準備はいい？本当に迷惑ばかりかけてしまって。そんなことはいい、マリコを頼むぞ。短い間だったが、マリコは俺たちの仲間だったんだ。あ、それではな、息災で。なんつうか辛気くせえのは嫌だしよ。とにかく元気でな。向こうでも頑張れよ。どういう意味だよ。ったく、さっさと行っちまえ。ほら、ウルキ。世話になったな。マリコさん、気をつけて。私もマリコさんに会えて本当によかったわ。いろいろありがとう。
その…本当にお前が言うことじゃないな。分かったわ。ウルキのことは心配しないで。タキコも同意してんじゃねえよ。遅い。いや、それよりなんでこんなところで待ち合わせしなくちゃいけないんだ。家が隣同士なんだから、普通に家の前でいいだろ。分かりたくないな。なんか前にも増してテンション高いよな。
でひっつくんだよ。恥ずかしいやつだな。ねえ、どんなに遠くても同じ空を見上げればきっといつの日かあなたに出会えると信じていた。瞳で これが夢なら、どうする？夢なら、覚めなきゃいい。でもね、ウルキ。覚めても、きっと私は、また同じ夢を見るわ。